C15TA 走行トラックは第二次世界大戦中にカナダで生産された双輪走行車である。C15TA 走行トラックはアメリカ軍が使用した M3 スカウトカーの開発コンセプトに属し、ゼネラルモーターズカナダで開発された。この車両はシボレーの C15CMP トラックの車体を利用している。1943年から1945年の 間に、オンタリオのオシャワで3961両が生産された。車体の走行は、ハミルトン協力会社が生産、供給した。C15TA は、北西ヨーロッパのイギリス軍とカナダ軍の部隊で、走行兵員輸送車や救急車として使用された。戦争終結後、大半の車両はヨーロッパに残され、後にベルギーやデンマーク、オランダ。 ノルウェーなどのヨーロッパの国々の陸軍に使用された。さらに、約150両がカナダからスペインに売却された。イギリス軍によって、ベトナムに残された車両はフランスが購入し、フランス領インドシナで使用された上、南ベトナム軍に譲渡された。多数の C15TAA が、マラヤ連邦の警察部隊に使用された。1955年、ポルトガルはいくつかの車両を手に入れ、 1961年に勃発したアフリカ戦争で用いられた車両はグラナデーロスとして知られた。少数の車両は1960年代まで軍務に従事した。ありがとうございます。